そう、ブンデス絶対王者バイエルンが衰退した理由って。バイエルン衰退の先般はキムやな。あいつブンデスでのプレイ見たら普通にいたくらいかやわ。なんならシュプットガルトではなぜかセンターバックやってる伊藤のがいいし。別にバイエルンがあかんわけじゃないやろ。レバークーゼンが強いだけや。センターバックがゴミすぎるのは事実や。キムも毎試合やらかしてるレベル。一人で11連覇中の大勢にチームを衰退させるとかすげえな。そもそもバイエルンのライン設定からして民事のタスクはそいつらとは全く違うのに、どんな比較してこんなこと言ってるのかわからん。たまにバイエルンの試合見るとあいつが毎回穴みたいな雰囲気出してるわ。バイエルンは例年なら余裕で優勝できる勝ち点稼いでチャンピオンズリーグもグループリーグ全勝で悪くはないが、ポカール落としてブンデスリーガ2位だとサポーターは切れるだろう。バイエルン応援してるけどリーグ2位の現状よりここ最近ポカール早期敗退しまくってる方がムカつくわ。レバークーゼンにはミラー戦術引いた時点で負けるのほぼ確定してた。ミンジェが先般とは思わないけど、ミンジェとウパメカノの同時起用はゴミクソすぎる。脳筋 CB を2枚並べたがるのがクソすぎる。アラバボアテングフンメルスがいたクラブとは思えん。本当に愚策だよな。チグハグ感やばい。